おはようございます。高井美希です。今日は数多くの航空会社が乗り入れている東京羽田空港に来ています。この空港は1日に実に19万人が利用するそうです。誰もが考えもしなかった破綻から6年、奇跡的なスピードで再建した航空会社の異色のリーダーに迫ります。戦後間もない1951年から長く日本の翼を支え続けた日本航空 JAL。 1966年にビートルズが来日した時も、1972年に初めてジャイアントパンダがやってきた時も JAL だった。しかし2010年、まさかの経営破綻。どん底に落ちた JAL の再建を任されたのはこの男だった。どうやっても長いな、これな。ネクタイが少々苦手なのには訳がある。なかなかそのパイロットやってる時なんかスーツなんかそんな着ないじゃないですか、正直言って。そう、実に35年間パイロット一筋だった。ところが再建を指揮した京セラ創業者稲森和夫氏から抜擢され、2012年、 JAL で初めてパイロット出身の社長となった。太陽が西から昇ることがあっても日本航空は潰れることはないって僕は正直思ってました。新生 JAL の旗を高く掲げ、およそ3万2000人のグループ社員を束ねるリーダーに迫った。人にやってると務まる。今日も本当に多くの人でにぎわっている羽田空港ですけれども、さあいらっしゃいました。植木さん、どうもおはようございます。こんにちは。どうもよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。このところ最高の収益を上げてらっしゃいまして、おかげさまで今年度2015年度、今までのところ、まあ、最高益ということでこの第3四半期まではやらせていただいています。そうですね、はい、でからもうずっとこう再建にもう真ん中で携わってこられましたよね、はい、社長さんになられる前からも。そうですね、そういった意味では2010年からのこの6年、とてもハードな日々でいらしたんではないですか。そうですね、ハードでもありましたし、なんか一つの物語の中で動いてたような気がします。その JAL という会社の再建劇の中の、まあ、一つのパートを持たせていただいて、主人公の一人として、今まで6年間走ってきたのかなという気がします。そのリーダーとしての決断というのは本当にシビアなものであると思うんですけれども、その後に戻れない決断を求められて数々の時っていうのを、その心境っていうのはどんな感じですか。不思議と足が震えることはないんですね、まあ、それはパイロットをしてた時からそうですけど、最後は自分を信じるしかない、自分の強い意志を持って決めていくっていうんですか。で、最後自分が最高責任者だということも分かっていますので、自分の悔いのない決断をし行動をするということが、いつの間にかその乗員をやっていた時代に身についたんだというふうには思います。皆さんの気持ちがピリッと引き締まるような立場なわけですね、整備士さんにとって。わー、から大きいでしょ。本当ですね。上は昔やっぱりジャンボを入れてましたんで、それを入れられるだけのこの高さで作ってます。せっかくですから飛行機の中に、整備中ですけどご案内します、どうぞ。ありがとうございます。うわ、楽しみですね。これはなかなか入れませんよ。そうですね、またこの距離で下から見るというのも、うん、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今こういう形になってまして、はい、まあ、お客様が入られるときはこちら、通路を取って客室に行くと、
今日は特別コックピットの方にまずご案内しようかと思います。こっからこっちはいつも行くんですけれども、そうですね、こっから先に行くことはないですね。ないですね、てか扉開いてる状態も私初めてです、はい、これはあの強化型ドアで決して外から突き破れないような形の頑丈なドアになっています。危ないからですね、中からしか。で常にお客様が乗る前に閉めて浮上して、はい、お客様が全員乗り終わってからでなければ開けられないという、はい、まあ規定になっています、うん、じゃあどうぞ。はい、失礼します。あ、なんか映画の中でしか見たことがない世界ですね、ここは。はい。あ、わあ、これはでもあれですね、もうちょっと私広いのかと思ってましたが。狭いんですよ。なんかここに例えば長いフライトで、まあ、例えば10時間とかこの空間にずっと、ニューヨークまでだと14時間この中にいるんですよ、それはそれは大変なことです。きついですね。でこれどう持つものなんですか。ここはね、操縦桿、ちょうどこれ指が合うようにこういうような形で持つんです。右にやれば右に旋回する、うん、左にやれば左に旋回する、はい、押せば頭が下がって、引けば頭が上がるって、こういう感じですよね。ここにこうやってかけられると、また操縦したくなったりは、はい、まあもう無理ですよ、うん、無理っていうのは、これは僕の、強がりですけど、こことね、ここはまだ自信がある。つまり頭と腕、はい、でも続かないのはここだということが分かってる。それだけパイロットの人たちに求められるその精神力は過酷っていうことですか。いや、それはそうだと思います。ただまた社長とは別の精神力ですから、一旦その糸を僕は切っちゃったので、それをもう一回つなぐことは大変だ。パイロットに欠かせない要素とか資質っていうのはどういったところなんですか。散漫なる集中力を持てとか言われてるんですよ。散漫、そう、おかしいでしょ。散漫と集中ってまるで逆のことを言ってる。相反してる感じが。だこうやって必死になってケーキを見ながら、いつの間にかこの周りの景色を見れるような自分もいるっていうんですか。なるほど。集中しつつも俯瞰で見ることもできないと同時にっていうことですか。一つのことだけできたらダメです。全てのことがやっぱりバランスよくできる人間、そして最後に決められる人間、それは決断という。そうですね。やっぱり後ろに500人のお客様の命を預かってましたから、そしてその中に自分の命も置いてるわけですよ。この中でやっぱり右か左かっていう決断をしないといけない時があるわけですよ。その時に必ず正しい決断を自信を持ってしなければ機長は務まらない。で今は3万2000人のいろんなグループ社員の方たちを、そうですね、今度は命ではないかもしれないけど、その生活を3万2000人家族の分も含めて背負ってるってことですね。1952年、5人兄弟の三男として京都で生まれた。父親はかつて銀幕の大スターだった片岡千恵蔵だ。しかし父と同じ道は歩まなかった。パイロットを目指して航空大学校に入り、1975年 JAL に入社。憧れの職業に就いたその10年後のことだった。 JAL と大きく書かれた翼でしょうか、大きなものが見えます。520人もの命を奪った未曾有の大事故。JAL への信頼は地に落ちた。そして2010年、経営破綻の日を迎える。退任していただきますが、新体制が誠に申し訳なく思っております。心よりお詫び申し上げます。驚くべきスピードで再建した今の JAL に社長室はない。植木社長は役員10人と席を並べる。再建を指揮した稲盛氏の言葉を
今も大切にしている、謙虚にしておらずさらに努力をと、まあ昔我々が謙虚でなかったということですよね。とにかく良くなってくるとね、やっぱり人はどうしても思ってしまうんだと、そこを謙虚にして、そしてその今の結果がいいとしてもそれは過去の努力の結果であって、これから何の保証もされてないんだよと、ここから先将来に向けてはさらに努力をすることによって新しい結果が生まれてくるということを含めた言葉ですね。稲盛氏の下で経営再建に汗を流し、辛い経験も多くした。40年間その当時からの同期生って言いますよね、40年間同じ苦しみを味わって喜びも味わった、同じ釜の飯を食った仲間を僕は役員として辞めてくれと言わざるを得なかったわけなんで、それはやっぱり辛かったですね。どんぶり勘定と揶揄されたコスト意識を徹底的に改革、当然だった乗務員のタクシー仕様などを見直し、パイロットの養成を中止した。全社員が会社を生まれ変わらせようとしていた。どうぞ。はい。役員になれば天職だと信じたパイロットを辞めなければならない。誘いの話があった時は悩みに悩んだという。毎日充実したパイロット生活をされていたら、そのまま定年を迎えられる、パイロット一筋で本来だったら行かれたかと思うんですが。もちろんそう思ってました、ね、ですから僕が57歳の時、2010年の1月に、会社が経営破綻をした、はい、でその時に会社から役員としてのオファーを、電話でいただいたんですよね、で、私は電話をいただいて分かりましたと、分かったけれども考えたいんで3日の時間をくださいってお話したんです。3日、その代わり役員のオファーを蹴ってまでこの会社に残してくれというつもりはない、でその時は3日考えて、よし操縦桿は置く代わりになんとかこの会社の再建のために死力を尽くそうと決めて、役員になる。あの片岡千恵蔵さんの息子さんでもいらっしゃいますよね。そうですね、あの片岡千恵蔵さんの息子ですけど、今もう若い人はみんな誰も知らないとは思いますけどもう銀幕のスターで、当時はね、逆にお父様から同じ道に行かないのとかそういうのは小さい頃ありませんでした？ですから僕だけに限らず兄弟はほとんど映画には出演してます。ほとんど父の七光ではありますけどね、ある時最後に泣くっていうシーンがあって、はい泣いてごらんって、5歳6歳の頃ですよ。泣けるわけがないじゃないですか。そしたら親父がつかつかつかっと来て思いっきりほっぺを引っ叩かれて、でビーって泣いたら OK って言われて、もう二度と映画には出ないとこう決めたんですよ自分で。で本当にそれ以降二度と？そう。じゃあもしその時にあの片岡千恵蔵さんが植木さんの方を叩いてなければ、もしかしたら今は惰性で俳優をやってたのかもしれない。人生って不思議ですね、不思議な巡り合わせは JAL のシンボルマーク鶴丸の復活劇にもあった。その秘話を語った。一度は姿を消した JAL のシンボルマーク鶴丸、しかし破綻の1年後、まさに鶴の一声で復活することとなる。鶴丸は1年後に復活させましたよね。させましたね。あれも、2010年の5月ぐらいですかね、経営会議の中で稲盛さんの鶴の一声があって、俺は今のマークは嫌いだと鶴丸を復活させろとこう言われたんですよ。
ただ僕を含めて何人かがその場では反対しました、はい、やっぱりものすごいお金がかかるんですよ、うん、そうですね。だって会社中のその全てのとこお金しないといけないんで、だから稲森さんの気持ちも分かりますし、我々もそう思ってけれども、はい、今そこに費やす何億か何十億かのお金があるんであれば、僕は一人でも多くの社員を救いたい、だからもう少し待ってくださいっていうお話をして、その場は過ぎて、翌年正月明けて初めて出社された時に、おいあの話どうなってるって言われたんですよ。あいた覚えてたんだと思ってそこからまた本格的に動き始めて、でまあ一つの思い出として残ってるのは、その東日本大震災の後の仙台の第1便に間に合ったと鶴丸の飛行機が第1機としてこう降りたシーン、まあ、それを見た時はみんなで泣きましたし、ね、そうですか、はい、それやはりその破綻して1年後ぐらいであり、皆さん の, その鶴丸に対する思いであるとか、ね、やっぱり JAL に対する思いが強かったからなんですかね。それがこう具現化した瞬間っていうんですかね、はい、思い出します。もともとがその日本航空の場合は半官半民で、まあ、ずっと親方日の丸とも言われてきましたよね。 そうですね、はい、その中でのやっぱり稲森さんが求めた意識改革っていうのはかなりあったと思いますが、あります、はい、経営破綻前の JAL の常識と今の、はい、JAL の常識っていうのは全く180度変わったんです。180度、はい、だ全てのものが新しいものに生まれ変わって、うん、だからこそ僕はこの会社を引き継いで何とかやっていける自信があったっていうんですか、うんうん、それは一人一人の採算意識だとか、はい、当事者意識だとか、まあ、数え切れればもうキリがないぐらい、うん、いっぱい昔はいろんな海を抱えていた、はい、でもそれらを全部拭い去ってみんな新しい心で出直すことを決めた、うん、今おっしゃった いろんな海を抱えていた、でもその海に、まあ、気づいてなかったわけですよね、多分それぞれの皆さんは。気づいていたのに気づこうとしなかったとかね、分かっていたけれどもそれをやっぱり自分の代で整理をする勇気をまあ、過去の経営者も持てなくて、まあ、そんな中でどん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 溜まっていって結局どうしようもなくなって経営破綻まで追い込まれた。でその責任は確かに過去の経営者に一番大きな責任はありますけど、そんなこと言ってたってこの会社の再建にあたっては仕方がないんですよね。この会社に関連した社員全員に何らかの責任があるはずだと思うところから始まらなければ今回の再建劇は成功しなかった。それをみんなが感じてやっぱり反省すべきは反省して、変わるべきは変わって、うん、今全く別の会社として生まれ変わった。ああそうですか。関西に期待するものであるとか、その JAL としてどうしていこうとか、そういったところは何かありますか。去年、ようやくアメリカに直行便としてのロサンゼルス便を、まあ、皆さんから本当に応援されて支えられてオープンして、うんうん、成績で申し上げますとね、我々が理想としている計画まであとちょっとっていうところまでは来てる。でも決して悪い数字ではないんですよ、うん、でこれをまずはしっかりと仕上げてやっぱり一本立ちをさせたい。ご自身の夢は何ですか。うん、ですから僕は今の夢はねつまり社長になる時にやっぱりある覚悟を持ってなりました。やっぱりここまで一緒に苦労してきた仲間社員を幸せにしたいというのが今の夢です。ただそのためにはやっぱり数字が必要なので、その意味で業績を出してくれと僕は言います。社長が業績にこだわらなくなったら会社なんかもおしまいだと思ってますから。ただそれが目的ではない。目的はあくまでもそこで立派な利益を出して強い会社にして、それを社員にしっかりと還元をしてみんなを幸せにすることがこの経営破綻を乗り越えてきた我々の使命だと思ってま
ますんで、だからその点では一点もこうのブレもないですね。うん、パイロットとして毎日充実した日々を送っていた植木さん、役員にならないかと声をかけられた時には大変悩まれたそうですが、その結論に悔いはありません。そんな植木さんの目指す先とは。植木社長の願いが今年1月一つ叶った。6年前に中断したパイロットの国内養成講座を本格的に再開したのだ。パイロット候補生たちが待ち焦がれた日だ。実は6年前、もうパイロットにはなれないと非常の通告をしたのが植木社長だった。こんにちは。こんにちは。真面目にやってるかい。はい、はい、ありがとうございます。まあよく帰ってきたな。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ粘ったよね、みんなね、えらい。パイロットの夢を絶たれた日のことを忘れたことはない。本当に青天の霹靂というか、他人事で考えていた分予想もしなかった展開というふうに思いました。パイロットになるんだってもう 100% 信じていたので、でその時会議室の外に大きい滑走路が見えるんですけど、そこで飛行機が離陸して、その先頭のコックピットに、ああもう乗れないかもしれないんだって思って涙が出てきたのを覚えています。で伝えたのは、夢が絶たれた後、あるものは地方の営業で、あるものはお客様対応のコールセンターで懸命に働いた。そんな彼らのことを誰もが見捨てなかった。植木社長はそれが嬉しかった。なんていうのかな、理屈だけで言えば、やっぱ若い人を取ってお金をかけてやった方が長い間やってもらえると思えば、経済関連だけから言えばそうだったのかもしれないけど、パイロットの仲間でない他の人たちがみんな、彼らこそパイロットになるべき人間だということを言ってくれたんで、あとはお前たちに託していくからさ、頼んだよね。はい、はい、貴重はいいぞ。名以上の人が集まってここでやる。最後に聞いた、経費もかかります。植木社長にとってリーダーとは。リーダーとは強い信念を持って、それを貫き通す勇気を持った人。非常に厳しい判断をしなくてはならないし、でもしないことが一番の罪になることがありますから、右か左どちらの決断も出したくなくても、やっぱり自信を持ってその決を下さなければいけないとき、これがリーダーに求められる瞬間だと思います。